ずっとずっと思い続けていたことがある。自分は永瀬伊織の本質を理解できていないのではないかと。誰も何も分かっていないし、何も気づいていない。稲葉、ゲン、青木の大地でさえ、俺たちは永瀬のことを何か決定的に捉え違えているのではないか。やっぱり違う。これじゃない。でもうまくやれません。普通にすらもできません。永瀬伊織とは何者なのか。心コネクト、道ランダム。